いますね。すごいね。見える嬉しい。これ撮るとポン。携帯でマックス行くとこんな感じね。こんにちは、平山茂です。今日はですね、5月16日日曜日でございますね。現在時刻は5時22分でございます。今仕事が終わりました。珍しくちょっとね、日曜日働いてたんですけれども、無事に何事もなく仕事は終わりました。さあ、皆様、日曜日でございますが、どうですか？楽しんでますでしょうか？あいにくの天気だという方も多いと思いますけれどもね、蒸し暑かったり、本当にちょっとね、今日は湿度も本当に 100% ですよね。もうわあ、私事ではあるんですけれども、先日ですね、私会社の方でPCR 検査を受けました。結果が出たので報告をいたします。 PCR 検査の結果は大丈夫、陰性でした。ありがとうございます。安心しております。さあ、明日からね、またお仕事という方も多いと思います。梅雨に入りましたし、ちょっとね、湿度もジメッと、心もジメッとしておるかもしれません。そんなジメッとをですね、吹き飛ばすよう、私明日月曜日はロード6買いますから、ロード6をなんとか当てますので、皆様の湿ったお気持ちをスカッと晴らしたい、スカッと晴らす、私が晴らす、ね、ということで期待してください。明日はロド6を楽しみに一日乗り切ってください。明日一日ね、頑張りましょう。ロド6だけじゃなく、明日月曜日またね、皆さんにいいことがありますから、楽しんでいきましょう。月曜日をね、大丈夫ですから、本当に大丈夫ですからね、明日も楽しくいきましょう。大丈夫ですよ、大丈夫。それではまた明日でございますね。また明日お会いしましょう。お相手は平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。また明日ね。絶対当てる。